どうも、木野真です。働きやすい職場とは、快適な環境でやりがいを持って仕事に取り組める職場のことです。今日は、一般的なサラリーマンが求めている、働きやすい職場の特徴、あるべき理想像をランキング形式で紹介したいと思います。暮らしのトレンドマガジン、ヨムーノが行った、800名を超える働く人のアンケート結果を参考にしています。第1位です。社内の雰囲気が良く、人間関係が良好であると。例えば朝の挨拶がしっかりできる、チーム間、部門間、上司部下の間でコミュニケーションが取れている、ピリピリした空気にならずのびのびと仕事ができる、ネチネチせずにさっぱりしている、職場が綺麗、個人個人が整理整頓を意識できている、不平不満、悪口、陰口、差別、いじめがない、上司が感情に流され怒鳴ったりしない、上司が部下一人一人の気持ちを理解できている、上司のマネジメント能力が高い、などなどです。働きやすい職場は総じて人間関係が良好です。第2位です。休暇が取りやすい。日本は世界で一番休むことに罪悪感を感じる国として有名です。そのため次に示すように、休暇が取れる職場づくりを心がけている会社が求められています。例えば有給休暇取得率 100% を掲げている、有給取得率 100% を達成条件にインセンティブ、報奨金をつけている、有給取得率の悪いチームの上司にペナルティを課す、失効した有給休暇を積み立てて子供の看護、学校行事、親の介護、病気の療養などに使える、取得回数に上限のない半日有給休暇制度を設ける、有給休暇の残日数がゼロになっても年間5日間まで休暇を取得できる、などなど、働きやすい職場はワークライフバランスを実現できます。第3位です。業務量が適正である。仕事量を減らす工夫をする会社はとても働きやすいです。例えば特定の社員1人に仕事が集中しないように業務分担する、 AI や業務ツールの導入でなるべく自動化して手作業を減らす、無駄が多い会議をなくす、非生産的な資料や書類の作成をなくす、効率よく部下から上司への書類承認ができる、漏れなくスムーズにチーム間の情報共有ができる、タイムマネジメントを実践して取り入れている、などなど、働きやすい職場は仕事の無駄をなくす努力を怠りません。第4位です。ここからは駆け足で紹介していきます。経営が安定していて離職率が低い。第5位です。人事評価が公正で客観的、上司の好き嫌いで評価されない。第6位です。残業代が出る。第7位です。福利厚生が充実している。第8位です。労働時間が適正である。第9位です。女性も働きやすい。第10位です。ハラスメント対策ができている。第11位です。社内教育が充実している。第12位です。介護支援が充実している。以上が働きやすい職場の特徴ランキングでした。僕のブログではその他ユニークな社内制度や福利厚生がある企業ランキングで見事ベスト5に輝いた人気の職場を5つ具体例を出しながら紹介しました。さらに働きやすい職場の探し方や求人の見つけ方についても取り上げました。興味がある人はぜひチェックしてみてくださいね。今後転職を視野に入れている人にお役に立てると思います。それではまた。さようなら。